今回紹介する豊中コア。向井七海さん、小学5年生。向井さんが頑張っていること、それは空手。向井さんは幼稚園の時にお兄さんの影響で空手を始め、現在は月曜から金曜日まで週5日練習に励んでいます。得意な攻撃は膝蹴りです。向井さんが通う飛信会の空手は、相手に拳や蹴りなどの打撃をいかに有効に当てることができるかを競うフルコンタクト空手と呼ばれるもので、準備運動やミット打ちの後、試合を想定した実践練習にも力を入れています。拳や蹴りを受けて痛くない？痛い時もあるけど、だいぶ慣れました。痛みを少なくするコツは？相手が、自分が先に手足出すと相手が出せないので、それで相手が出せないからそんなに痛みがなくなります。心がけていることは？パンチを上から、なんかガードが下がったりするので、できるだけガードをして上から打つようにしています。空手をしていて良かったことは？試合に出て優勝した時です。 JKJO で優勝した。向井さんはこれまで数々の空手の大会に出場し、優秀な成績を収めてきました。今年2月に東京で行われた JKJO 全日本空手審判機構が主催する全日本ジュニア空手道選手権大会の小学4年女子 32kg 級では見事優勝。これからの目標は？目標、これからも優勝していきたいです。辞めるまで空手を辞めるまではできるだけ優勝したいと語る向井さんに夢を聞いてみました。お医者さんです。人の命を助けれる医者になりたいです。これからもたくさん大会で優勝できるよう頑張れ、向井七海さん。